もう会場満席状態でございますさあそれでは早速お二人からまずは一言ずつご挨拶をいただきますはじめに成田教授を演じられました綾野剛さんですはい、えー、皆さんこんばんは綾野剛と申しますえこんばんは本日はあのこうこんなにもたくさんの方に集まっていただいてとても感謝申し上げますえ短い時間ですがあの楽しい時間にしましょうよろしくお願いしますありがとうございますさあそれでは一つ目の質問です まずお二人の関西弁お見事でした、うん、習得するにあたって苦労されましたかというヒコロシさんもねあの、うん、聞かれててどうだったかというのもすごい全員見事お二人もお見事ですしもう全員見事でしたねなんかたまにあるじゃないですかなんかそ,そんな言葉言わないよみたいな見て,てでてそれが一切なかったのもすごかった大変でした嬉しいですね大変でしたかやっぱりまああでもあの ん大変以上に、うん、その大阪弁の芳醇、はい、さ学んだからこそ分かった、うん、ニュアンスの多さっていうか,あ確かにだからその芳醇さにむしろどん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 引かれていって僕たちは、うん、だこ,れここまで表現できるようにするにはどうしたらいいかってところに行ったんで、うんうん、なんていうかもうのめり込んでましたね、うん、あ大阪弁に。はい、多分耳がいいですよね音感 がやっぱ終わりやからお二人ともってことですよねきっと毎日そうで多分僕ってまあ毎日まあズームだったりとか生生と対面でやったりとかはしてました大変一番大変やった言葉とか終わりなんですか意外といけると思ってた怨念が怨念はいはいはいいやその怨念じゃないんです こっちなんですって、多分今言っても多分間違うぐらい。おお。多分普段喋れてる人は多分わからないレベルらしい。え、いるいるっていうやつですよね。そうですね。おん、えっとね、これもう今も絶対今もしくる。旅館しか。めちゃくちゃこれで。姉ちゃんおんねんとかの。あ、おんねあ、そうですね。の、こ、かにおんねん。意外と耳だけで聞くと。おんねんでいいんでしょう。あ、おんねんじゃないんです。 それだと怨念になっちゃう確かにそのニュアンスで途中からもう何が違うのか分からなくなる時間が疑たいあってとかはありましたね。とかはありましたうわけわからんくなってきそうですもんね。そうか言葉そこがすごく難しかったのとさとみくんはどっちかというと北寄りの設定になってましてで僕もどっか設定与えられると思ってたんですよ。 まあ東か南か南みたいなうん、うん、そしたら監督がぼんやり、うん、こ,こんな感じこの辺かなってえどここ <laughs> <laughs> この辺かなこの辺辺って言って要はなんか全部混ざっててほしいっていう謎のああいや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 あの本当多分それ多分誰もできないんで <laughs> <laughs> どこかって <laughs> 方言書の方北寄りの方と東寄りの方がいらっしゃったのでうまくこう混ぜさせてもらって。 え実はちょっと混ぜさせてもらってる部分もあったてあじゃあもうブレンドされてるややブレンドしてる部分もあって、ね、いやすごいそのあお見事ですねそれは<ー>難しかったでしょうそう<ー>難しかったですね<ー>、はい、いやすごいなじゃああれですね関西人の方々はこう2回目3回目でこれはどっちだ北か東かっていうのがチェックしようとできるというそうですねあのなにわのハイエナっていうのがうどっちか東側らしくてえっとえっと 一番初めに言ってたのが。えっと。なにわのハイエナ、えっと。なにわのハイエナかな。なにわのハイエナと。な、なにわのハイエナ <laughs> え。なにわのハイエナしか言ってない。<laughs> <laughs> まあ、ハイエナの兄貴の話してた時なんですけど。あとは、まあ、本当に、その。毎年って普通に言う。 割と毎年ってまた違うとかそういうのはなんかもう状況やムードによって絶妙に変えるとかはしてましたねすごいもう素晴らしいですただただ指示に従って「はいはいはいわかりました頑張ります」って言ってねなってましたねはいでアドリブ言えなくなるんですよ当然あちゃうかったらあかんと思って見事にアドリブ言ったら「アドリブの部分だけ NG です」って言われます はい、厳しい、はい、うわあすごいなあそこをアドリブの部分も聞きに行って、うん、アドリブってその場でやった瞬間に生まれるリアクションじゃないですか。なのにアドリブの確認しにというこの作品ならではの役者さんなさらないような <laughs>、はい、とても楽しかったですまたチェックしてくださいませありがとうございます。うん